この川のね、あの今年の2番目の親子3羽のね、ちょっと大きめな子とお母さん遭遇しました。結構ね、流れのね、激しいね、方にね、向かっていこうとしとるね今ね、木のね、下の方にね、結構おるね。おー、流れが激しいところに結構行こうとしとるけどお母さんの後を必死で必死で追いかけてくれお、一匹なんか外れたけど大丈夫かな大丈夫だったあ、なんかね、わりかしね、ちょこっと飛び上がったとかね、できるようになったんだねなかなかね、だいぶでもね、大きくなったね、この子たちはすくすくね、育っとるね。でもね、一時期ね、お母さんがね、まあ私がたまたまだったのかもしれないけども、いない時に2、3回遭遇したから、お母さんがどっか行っちゃったのかなと思ったけど、そういうわけでもなかったみたいなね。よかったね、お母さん戻ってきた、本当に。本当はね、もっとね、下の方にいることが多いんだけどね、結構ね。あははは、ちょこっと飛び乗った。すごい可愛い。3匹ね、結構ね、仲がいいんだよね。3匹じゃないね、いつも私3匹で行っちゃうね。3羽だね、3羽。3羽とお母さんですから。あのね、またね、遭遇しました。この子たちはね、最近生まれた、5羽生まれた子なんだけど、結構ね、速いね、スピードが。結構、お母さんも結構ね、飛ばすんだわ。私、この川で4組目の親子です。すごいね、あれだね。5羽たちね、仲良くね、泳いどりますね、みんなで。お母さん今水飲んだ。もうね、川沿いを散歩してるんですけど、夕日がね、綺麗だなと思って。すごいね、夕日が綺麗です。もうおかもちゃんたちに会えないかな、今日。いろいろね、会えたんだけど、2組目と4組目のね、この川で生まれた子たちの親子と会えたけど、3組目の親子と会えなかったな。会えるでしょうか。ね、ここの川でね、3匹目のね、親子に会えました。下でね、子供たち、おります。3羽のね、親子。わりかしね、ちっちゃめの親子で、お母さんと。この子たちね、結構ね、お母さんとね、離れてもね、大丈夫みたいな感じでね、まあ、近くにいるっては近くにいるんだけど、わりかしお母さんと離れてもね、平気な子たちでね、私の足元の近くまで来てますね。今ね、5羽のね、子供たちのね、お母さんに会いました。でも、向こう側にね、2羽ね、います。今ね、5羽の子たちの近くにね、2羽ね、こっちにいます。どうするかな。お母さんね、さっきちょっとね、警戒したんだけどね、なかなかね、あれですわ。向こうの2羽も気を使って、通り抜けできなさそうですね。すごいね、5羽たちわりかしね、活発にね、泳いでおります。ね、なんとかしたいと思ってるみたい。ここの5羽がいるんだけど、なんとかね、通り抜けね、できたかな。おぉ、飛び立ちました。飛び立ちました。ちょっとね、飛び立ちましたね。